皆さんおはようございます。南あわじ市のにゃんころめピアノ教室です。今日はとっても先生は嬉しいことがありました。先生はいつもみんな嬉しいことを言われるととっても嬉しいです。誰でも調子の良い時や悪い時があります。この猛暑の中、体調の優れない人、調子が悪い時もあります。それでもとっても嬉しいことがありました。今日は指番号を楽しく学んでみましょうね。指番号を理解しながら、ゆっくりと楽しくリズムを体感することも幼児期の導入には大切なことです。指番号をまずは理解すること、ゆっくりとリズムも体感することが一番ですね。それでは今日はとても良い指番号の理解にとても良い曲を弾いてみますね。指番号を理解しながら楽しくリズムを体感することが幼児期の導入には楽しいことです。タンのところで元気にカスタネットやギロ、タンブリン、いろんな小物楽器でリズムを体感することも楽しいことです。音楽は音を楽しむと書きます。今日は先生もとっても嬉しいことがありました。毎日記録をつけてみる。先生もいつも上達するために少しずつ記録をつけています。上手になりたかったら好きになること、この曲だったら弾いてみたいな、こんな曲だったらもう一度弾いてみたいな、そう思う曲を自由に選んで弾いてみることも選択肢の一つです。それでは